こんにちは。おいしいものが食べたい。よしだよ。今日はね、豆からできた奇跡のヌードル、全部ヌードルですね。これを使ってね、もう具沢山な、スパゲッティ、スパゲッティ風と言ったらいいですね。作ってみましたよ。ほんなら、いごめやか。はい、もう冷蔵庫にあった残り物的なものね、玉ねぎでしょ、それからピーマン、ナス、からこれはね、あの明宝ハムですね。で、玉ねぎはね、あんまり薄くならない程度のスライスでいいです。あのピーマンもね、ちょっと厚めの、輪切りにしておきましたよ。ナスはこんな形でね、縦に割った後に2つ横に切ってね。で、ナスはね、アクが出ますんで、切った後にすぐにね、水洗いをしてください。はい、ではね、早速作っていきましょう。オリーブオイルをね、どうだろう、大さじ1杯半ぐらいかな、ちょっと多めですよ。そこへね、あ、まだフライパン火ついてないですからね、生ニンニク、これおろしニンニクですね。これね、ちょこっとでいいです。どうだろう、小さじに4分の1ぐらいかな。さあ、ここから火をつけていきます。お好みでね、鷹の爪、入れてもいいですよ。はい、では先ほどね、切っておいた具材を入れちゃいます。ピーマンはあの後に入れましょうね。はい、油が全体に回ったところでね、軽く、塩コショウで下味をまずつけていきますよ。はい、8割方火通ったところでね、ピーマンを入れていきます。で、ピーマン入れて軽く混ぜたらね、これをね、全部、一旦、何か別の器に取ってください。ボウルでもいいですし、お皿でもいいですしね。はい、ではね、フライパンそのままでいいです。これお水を入れていきますよ。はい、お湯が沸騰してきたところでね、こちら、全部ですね、これをね、茹でていきますよ。はい、中火で6分ぐらい茹でるとだいたいこんな感じになるはずなんですよ。まだ少し、汁が残ってるかなっていうぐらいの時ね、これでここにね、さっき避けておいた、炒めた具材ですよね、これを戻します。で、そこへね、ケチャップをぐらいかな。大さじ3杯入れましょう。そしてね、ソースですね、これは、ソースをね、小さじに半分ぐらい。はい、混ぜていきます。ちょっと味見てみましょうかね。うん、あ、いいな。じ
じゃあ仕上げにね、ブラックペッパーちょっと多めに振りましょう。はい、では火を止めてから、オリーブオイルを、小さじ2杯ぐらいかな、もうちょっといってもいいかな、小さじ2杯ぐらい入れましょうか。はい、じゃあ盛り付けていきますよ。具沢山の全部イタリアン完成です。はい、それじゃあね、早速食べていきますよ。いただきます。めっちゃんこうめえ。おいしかったこれ。まあ、いつも私はねこうやってるんですけども、全部ヌードルの場合ね、茹で汁を全部こう使うんですよ。で、茹で汁が全くなくなるまでね、煮詰めていくような感じで茹で上げるんですけど、もうね、豆の味が最高。とろみもねすごいこう加わってね、食べ応えもバッチリですよ。これこの一皿でね、もうお腹いっぱいです。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。料理は愛だ。またね。